はいどうも、チャンネル隊長の隊長です。え、いつものつなぎどうしたって？ケツが破れてゴミの日に捨てました。はい、でね、ゴミの日に捨てたんですよ。でね、こっちの家にね、もう一着あると思ったらなかったんですね。深刻なつなぎ不足でございます。まあ、明日あたり、カーマか、カインズホームか、どっかで買おうかなと思ってます。はい。ね、今日はですね、皆さん、お待たせしました。このリトルカブちゃんのね、エンジン編、やっていきたいと思います。で、今日はですね、何をやるかと言いますと、キャブレターのオーバーホールに挑戦しようと思います。まあ、キャブレターのオーバーホール自体は僕、2回目ですね。はい、いまわしのバギー。まあ、あれもなんかよくわけのわからんキャブがついてたんですけど、まあ、今回こちらリトルカブに関してはですね、すべてホンダの純正パーツとのことで、はい、まあ違うのはこのサスペンションだけということなんでね、はい、まあちゃんと虎の巻通りにできるんじゃないかなと、はい、まあ思ってるんですけども、というわけでね、まずはじゃあこのカウル、このレッグガードをですね、ちょっと外していきたいと思います。それじゃあやっていこう。はい、見た感じカウルはですね、透明のネジと、あと袋のナットがついてますね。外すのはそんな難しそうじゃないですね。よし、うわ、何これ何これ、え、何、カマキリの卵の眉みたいについてます。これなんだこれ、やん、お、もう外れるかな、もうどっか他別所、他止まってるとこは、あ、ないですね。はい、はい、こんにちは。外れました。結構、外してみると大きいですね、これね。レッグガードちゃん。はい。お休みしてて。はい。出てきましたね。うわー、すごいな、これ。もうかなり汚れてますね、これ。すげー。ちょっと待って、これさ、見て。やばいじゃん。シリンダーもさっぴさびやん、これ。やば。待って、これマジやばくない？ちょっと。これ思ってた以上にこれ、錆びてますね、これ。やばいやばいやばい。思ってたより、これ、ちょっと、わ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 これ、どうすりゃいいこれ。ちょっと待って、思ってた以上にこれ、ちょっと。で、こちらはですね、エアクリーナーですね。ちょ、エアクリーナー見よう、まず。ね。エアクリーナーの中身のね、フィルターがどんな感じなのか見てみましょう。わ、やばい、もうゴムがやばい、これ結構ね、ゴムがもう硬化しちゃっててね、わ、これもちょっとなんとかしないなんかも。これ10ミリのネジですね。はい、エアクリーナーボックスが外れました。はい、なんかゴエモンインパクトの心臓みたいですね。オイル汚れがすごいな。これかなり汚れてんじゃないでしょうかね。はい、それでは皆さん開けますよ。オープン。はい、うわ、すごい、ね、もう排ガスの香りがすごい。こんな感じでございます。ちょっとね、これパーツクリーナーぶっかけてみますか。はい、こちらのパーツはちょっとね、水で洗って干しておきます。はい、まあここでちょっとね、一日干しておきます。かなり年季入ってますね、これ。ちょっとこれバラしたらね、ちゃんと元に戻るのか心配になっちゃいますね。はい、で、皆さん、まあ多分ね、このチャンネル隊長の視聴者さんは僕より詳しい方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、わからないよって方向けにね、ご説明させていただきます。そもそもキャブレターって何なの。はい、ね、まあ、何なのかと言いますと、まあ、簡単に説明すると、ガソリンと空気をここでミックスする場所。このエンジンっていうのは空気とガソリンを使ってエネルギーにして動かすっていうのが、まあ、内燃機関、まあ、エンジンですね。一番最初の空気を取り入れてガソリンと混ぜた混合機を作る場所が
キャブレターでございます。このキャブレターの下のところにですね、ガソリンが入ってます。ガソリンタンクから来たガソリンはここに溜まります。そして空気が入ってきて、その空気に中のガソリンが引っ張られて上に上がってきます。そこで空気とガソリンの混合気ができます。それがそのままエンジンに入って燃焼、はい、ということでございます。まあこれね、めちゃめちゃ簡単に説明するとしたらこれです。はい、ここにカフェラテがあります。ちょっと失礼します。中のカフェラテがガソリンだとします。カップ、これがキャブレターの下のガソリンが入ってる部分です。中のこのカフェラテは僕がこの吸った勢いに合わせて出てきます。うん、美味しい。いや、私今吸ってます、息を吸ってます。ああ、入ってきたカフェラテと吸った空気が体の中に入ります。これがカロリーになって生きることができます。はい、そういうことです。口の中にですね、アーニャーベが入ったとします。アーニャーベが入ってたらどうなりますか。この状態でカフェラテ飲むとするじゃないですか。そうなるとうまく飲めません。もっと飲みたいけど口の中のアーニャーベが邪魔してうまく飲めません。はい、アーニャーベが要は、まあ、汚れ、はい、まあ、汚れっていうとちょっと非常に申し訳ないんですけど、僕アーニャーベ大好きなんで、結局、まあ、それが障害となってもっと飲みたいけど飲めません。それがキャブレターのつまり汚れでございます。はい、え、めっちゃ説明なくない今日の俺。そうでもない。はい、まあ、そんな感じです。だもんで今これがどうなってるのかね、まあめちゃめちゃ簡単にざっくりかけられてね、ちょっと説明してみたんですけど、はい、まあそんな感じです。それではちょっとバランスでいきましょう。あ、これやばそう。これやばいな。よし、あ、よかった、動いた、動きましたね。よし、はい、で、はい、もうこっちいけるかな。あ、外れます、外れます。いや、これ外れんかったら罪でしたわ。はい、外れました。キャブがね、冷えちゃうとエンジンのかかりが悪いんで、ここに電気が流れてこのキャブ自体をね、温めるってやつですね。あ、ここにもホースが、はい、これも外します。スロットルとつながってます。はい、ここがね、スロットを絞ることによって中のニードルがバーってこう上に上がって隙間ができて、でそこからガソリンが出てくる、そういった場所でございます。うわ、買った。あ、来た、よしよし、よかった。はい、上に持ち上げます。結構ね、細かい部品がついてるんでこう気をつけないといけませんね。とりあえずあとはここですね。はい、いや、このマニホールドとつながってるだけかな、あとは。はい、じゃあマニホールド外します。これ8ミリかな、こっちですね。よし、このキャブバラしていきたいと思います。結構キャブってね、精密部品だったりするんでね、丁寧に。はい、それじゃあ外します。はい、こんにちは。あ、結構綺麗ですね、中は。はい、でこちらが、ね、フロートでございます。はい、これ結構壊れやすい精密部品なんでね、注意してください。この要は中にガソリンが入ってきましたよ。でガソリンが入ってくると浮きます。浮くとですね、ここになんかありますね。これが蓋されて、これ以上ガソリンが中に供給されなくなります。でこのフロートが壊れるとガソリンが無限に入ってくるので、オーバーフローと言いましてですね、もうガソリンが漏れてきます。はい、だからこれ大事。はい、こんな感じですね。真っ黒、すげえ真っ黒。このバタフライがチョークです。わー、かなり黒いっすね。はい、でこのね、この汚いやつ、これどうやったら取ればいいの。はい、そこで登場しました、こちら。はい、クリーナーキャブ、はい、キャブレタークリーナーでございます。はい、これね、これをもうぶっかけて掃除しちゃいます。これね、死ぬほど余ったる匂いして、ほんと嫌いな匂いなんですよ、これ。はい、うわ、余ったる、うわ、余ったる。キャンプで持ってくとしたらこれっていう、マシュマロあるじゃないですか。もうあれをなんか100個ぐらい鍋で煮詰めて、そんな匂いです。この匂い苦手なんだよね。このこういった穴ですね。うわーい、キャブレターがね、乾くまでちょっとね、このエンジンの方を見てみましょう。こちらがね、腰上、腰下と言います。
はい、ここがね分岐点ですね。こっちは腰上でございます。まあ主にまあいじるとこといったら、まあボアップだったらね、この腰から上しかね触んないんで、このこっからこっちで、まあその後ね、まああのポンプ変えたりクラッチ変えたりとかね、まあそういうことになってきたらここをバラしてねやるといった、そんな感じです。まあやっぱねこの横型エンジンっていうのはね、あのまあ僕バギーでもう散々はい、あのバラしてきたんで、はい、そんなめちゃめちゃベテランってわけじゃないですけど、もうバギー死ぬほどバラしましたからねこれね本当に。まあただあれはあの中華のコピーエンジンなんで、こちらのエンジンのコピーエンジンだったんでね、あの本物を触るのは僕初めてですね。錆びちゃってすごいな、もうこれもうオーマイゴシゴシでも絶対無理ですねこれ。あーもう全く歯が立ちませんこれダメですね。まあ、どちらにせよ、まあ、新品に変わるんでいいんですけれど、ただ、こんだけさ、もう、錆が進んじゃってるとさ、こっから外すとき大変そうだよね。ゴムハンとかプラハン使ってね、叩きながらね、こう、外していくんですけど、これは苦戦しそうですね。反対側はこんな感じですね。いやー、すごい。この蜘蛛の巣やばくない？やばいね、これ。プラグもついでに見ときますか。プラグの様子もちょっと見てみましょう。うわこれはうわやばいね。もうほらここのさ芯の部分がもうかなりね、もうちっちゃくなってて間隔が空いてますね。これはまずいな。これもプラグも替え時ですね。はい、こちらねエアクリーナーボックスなんですけど、洗ったらこれ見てわかる、めっちゃ白いの。はい、このこちらのねこのルックス、汚れ落とし、傷消し、艶出し、これでね黒いの復活するのかなってちょっと試してみたいと思います。ほらどうなんでしょうかね。これである程度見た目が返ってきてくれるかな。ねこっちも白いよね。おお、いいんじゃない。あちょっと黒いツヤ出てきましたよ。あ、いいじゃないですか。あ、これ結構良さげなんじゃないですかこれ。あー、ツヤよ帰ってきてくれ、ツヤよ私の元に帰ってきてくれ。お、だいぶ黒々しくなってきましたね。ここじゃまだ拭けてないですね。もうこれぶっかけとこう、もうぶっかけで放置しておこう。もうこれこれもいけるかな。もうこれもねほら、もうだいぶこれゴムいっちゃってんだけど、これゴムでもいいのかな、試してみよう。はい、このまま放置してあの頃合いを見て拭き取りたいと思います。はい、拭き取りました。すごいね、めちゃくちゃ黒くなりました。こちらねゴムパーツなんですけど、ゴムもねなんか柔らかくなりました。多分あのスプレーの油分を吸ってなのかな、わかんないですけど、かなりあのしなやかになりました。ルックスって非常にいいですね。まあ推奨は特にされてはいないんですけども、今回は樹脂パーツそしてゴムパーツに使ってみました。その結果ツヤを取り戻し、ゴムに関してはしなやかさが返ってきました。ですが耐久性はわからないので、期待を込めて星4です。期待込めんな、期待は込めんでいい、そういうの抜きにレビューして、はい、心の愚痴を今ぶちまけました。 Amazon あるあるね。それではですね、キャブをまた取り付けていきたいと思います。やります。はい、それではね、この状態ですがちょっとエンジンかかるのか試してみたいと思います。でガソリンがねもしかしたら今まだ回ってないと思うので、おおすごい、引いたのにすぐ増えました。あ、いいっすね。できました。はい、いやよかった。というわけでね、できましたね。はい、まあ今まだフィルター作ってない状態なんで、あのあれなんですけども、まあなんでこんなね、あの途中でこの動画をね締めようかっていうのはね、なんでかと言いますと、電装系を変えたいと思います。あのプラグも真っ黒だし
ね、あとここら辺のなんか多分ね、フラグコードとかもダメになってるんですよ、もう。まあそこあたりを次の動画で変えたいなと思います。はい、それではね、この動画続きが気になるような方は、ぜひ、いいね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、基本的にあのチャンネル隊長はほぼほぼ毎日投稿なんで、はい、多分明日またお目にかかれるんじゃないかなと思いますんで、皆さんお楽しみに。それではまた他の動画でお会いしましょう。ご覧いただき、バイバイ。